番組よね、そう考えたら、はい、となるとやっぱり天チームさんのその後、うん、ものすごいこう期待がかかりますよね。まあそうなるわな。天才テレビくんを卒業して天チームさん、うん、どうなったのか、それがこちらです。翌日からギャルになると、大転換をしたわけですね、これ。翌日、はい、天才テレビ戦士、はい、言われてた人がいきなり舵を切ってですね、当時のヤマンバギャル、はい、どっち分からないこれはごめんなさい、どっちか分かれへん、僕もこれ聞いてないんですよ。ピチちゃん、これ、はい、私は右です。こちらが、ね、はい、これ天チームちゃんなんですけども、 こんな時代あったっけ。ありました、実は。あったか。だからまあもう天才天才天才キッズ言われてた、その反動とかいろんな思いがもしかしたらあったのかもしれないです。分かりやすくここにだっておバカと書いてますよね。すごいな。翌日からですね、はい、はい、これはもともとやる気やったの、こんな感じで。そうですね、なんか初めて天才テレビくんに加入したのが、うん